いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はデカ盛りの味噌ラーメンがあるお店、青森県五所川原市赤木食堂に行ってきました。お邪魔します。今回も一番乗りです。テーブル席は4席のみだったので、お座敷のお席にしました。奥の方の席にしました。今日は寒いのでファンヒーターの置いてあるお部屋に行きました。この部屋だけ個室な感じがいいなと思いました。落ち着く感じです。お水はセルフで、居酒屋っぽい雰囲気ですね。リンゴとナイフが置いてありました。いろいろなお願い事がありますので、よく読んだ方がいいと思います。メニューになります。いろんな種類がたくさんありますね。人気ベスト5は写真付き。りんご、よかったらどうぞとお店の方から言われました。夜の飲み放題もいいですね。お通しが最初に出てきてびっくり。味噌ラーメン750円を注文。いただきます。器が通常の 1.5 倍くらいありました。その大きい器にあふれそうなほどの山盛りの野菜です。麺は細縮れ麺、固くもなく柔らかくもなく、ちょうどいい茹で加減です。スープはほんのり甘めのスープですが、弘前の三大味噌ラーメンのような甘さとはちょっと違う感じでした。多分ごまの風味の甘さが引き立っているのかな。めちゃめちゃ美味しいです。ここのお店も以前視聴者様からおすすめの情報をいただきました。このデカ盛りの量の味噌ラーメンは見たことがありません。野菜の量がすごいです。白菜、もやし、キャベツ、人参、玉ねぎ、お肉は入っていないのかなと思いましたが、食べ進めていくうちに下の方からチャーシューが出てきました。量はそれほど多くなかったです。麺の量も通常量より多い気がします。デカ盛りのお店とネットに書いてありましたが、本当に大きい。そして750円と値段も激安です。お通しと食後の飲み物、アイスコーヒー、ウーロン茶、ホットコーヒーなどがついてこのお値段。今回のお店はリンゴのサービスもあって、こんなにサービス満点でお値段たったの750円です。すごいお店ですね。人気のベスト5のメニュー、
他のメニューもデカ盛りなのかな。5位の大人の焼きそばが気になりました。大人とはどのような意味があるのかな。ちょっと辛いのか、それともめちゃくちゃ量が多いのか。カツ丼も量が多いとネットの口コミでありました。きっとデカ盛りのはずですね。素晴らしいお店ですね。今のご時世、このような値段が安くて盛りも良くて味も美味しいお店はとてもありがたくて貴重です。探せばあるんですね。いろんなメニュー挑戦したいお店です。本当にこの味噌ラーメン美味しいです。野菜も山盛りなので食べても食べても減らない幸せ。私は一番乗りだったので注文してから10分くらいで来ました。お通し食べて待っている間に来た感じです。胃袋に自信があればリンゴも食べたかったのですが、自信がなかったので食べませんでした。これを食べた後もお腹いっぱいで無理でした。でもリンゴは多分富士だと思います。とっても美味しそうでした。数人で来れば食べれると思います。きっとリンゴは今の時期だけのサービス。今の時期のリンゴ農家さんからいただける青森県民あるあるだと思います。私も娘のお友達のお家からたくさんいただいて毎日食べています。リンゴ農家からいただくリンゴは間違いなく美味しいので本当にありがたい。青森に住んでよかったなぁと思います。岩手の実家にいた子供の頃もリンゴ農家の親戚からたくさんいただいて、子供の頃は冬の時期は毎日食べていました。美味しい青森のリンゴたくさん食べていこうと思います。体にもいいですしね。アイスコーヒーが来ました。美味しい。熱々の味噌ラーメンの合間にいただくのが最高。なかなか減らない味噌ラーメン、どんどん食べ進めます。めちゃくちゃ量が多かったのでさすがにスープは飲みきれませんでした。すごく美味しかったのでとっても残念。ごちそうさまでした。残りのアイスコーヒーゆっくりいただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。